で、これはどうやって使うんですか？これね、電源をまず入れます。電源、そのドラえもんは意味あるんですよね。はい、はい、これ何の意味があるかっていうと、はい、今 こっちはあの単なるメロディー、はい、で結構いい感じの音しますね。これね、ボリューム調整なんです。ちょっと小さいでしょ、はい、上に乗ってるこの何か、ね、有名キャラクターは猫型ロボット、あんまり意味ない。そうなんですよ。でもここになぜかこの、あのその有名漫画に出てくる秘密メーカーの絵がここにさりげなく描かれています。あ、こだわりですね。なんだっけ、なんとかロボットってありますよね、うんうん、あります、演奏するやつで。で、これがまあ普通のオルガンモード。プリセットってことですか？プリセット1位ですね。1位、で、こっちにするとサンプラーです。でも入ってます。ちょっとこれしとこう。これを録音するときは、はい、じゃあ違うのを入れてみましょう。オーケストラヒットを入れてみました。これのすごいところは入れます、入ってます。さっき入れましたね、オーケストラ。入れます、スイッチオフ、はい、電源切りました、切りました、手に入れます。これは今あのプリセットオンです。シンセにします、シンセね、はい、サンプラーにして、はい、残ってます。すごい、電源を切ってもサンプルした音が残ってるんで、はい、これでいつでもサンプラーで遊べます。家でサンプルして外でライブで使います。このね、この辺が謎っていうか、見た目的にはすごい微妙なんですけど、弾く、あの使う、実際使おうと思うとね、下のシがあるのと上のレがあるのはね、弾ける曲が全然幅が20倍ぐらい体感的には違う感じなんですよね、はい。ちなみに単音です。和音は出ません。モノホニックなのね。モノホニックです。モノホニックサンプラーです。あ、そっか、サンプラーだからデジタル。まあ、いやでもこちらプリセット音も和音出ません。出ません、わかりました、はい。まあ、そこが学研じゃないや、小学1年生の付録というところですね。はい、はい、ピアノを入れてみました。すごいですね、この何でしょう、このなんかいいのか悪いのかよくわからない感じが良いですね。まあ、これ多分マイクなんで、はい、外部入力改造とかしてやるとクリアな、はい、クリアな、クリアなサンプリングができるかなという。じゃあ後日改造するかもみたいな。出力もつけて、はい、とかもはや付録の域を超えて、まあまあミディ改造してる人とかもいるんで。これは結構改造する人いるんですね。改造する人は、まあ、出たのは2年ぐらい前なんで、はい、いろいろやってる人はいます、はい。いや、でもこのさ、このドライブはあんま意味ないですよね。まあ、これ実は音量調整の意味があって、これ一番音量マックスで、はい、マックス、これが音量最小、最小で、これ原理は別にここになんか電気が伝わってるわけでも何でもなくて、このスピーカーの上にこう乗せて穴を塞ぐということで音量を調節するっていう、そういうものになっています。なので、なんか別にこれはこの謎のロボットである必要は全く、必然性は全くないと。でも楽器的に考えたらベンドが何かって
思いたいですよ、ね、思いたいけど、ここで単にここに乗せるガイドでレールがあるだけ、レールがあるだけなんです。ここも単に溝切ってあるだけなんです。いやでもすごいですよね。壊れないじゃないですか。壊れないし、でもこれよくなくしちゃう感じなんですよ。昨日掘り出すのにこっちは出てきたんだけどこれがなかなか出てこなくてすっげえ探しまくってる。なんかこういうふうに子供絶対なくしますね、これは。なんかあれですね、あのマジンガー Z のロボット、ロケットパンチみたいな。パンチなくなっちゃうみたいな、そんな感じ。紐つけとかないと。いやでも、音量調整でちょっとできなくなっちゃう。それはそれですごい画期的ですよね。多分あの、こういうのって当然、いかに回路を減らして安くするかでしょ。で、どこ削るかでしょ。そうですね。でもう音量削れよ、これでいいじゃんって。でも、もしかしてこれのライセンシーに一番金かかってんじゃないかって。まあ、小学館だからね。小学館だから持ってるってことは思いますけど。持ってるっていうか、もう使い放題なんじゃないかなっていう感じもしますね。はい。ありがとうございます。あ、でもこれが、あの、こいつのなんかこのね、塗りとかで結構お金かかってるような気がしますね。あ、結構金型とかね。金型結構ちゃんと塗ってあるんで、ちょっと編集長に聞いてみたいところですね。あの中華でみんな中国人がいろいろ塗ってるんだと思います。こんな、なるほど、芸が細かいです。